いつもご視聴ありがとうございます。前回の動画ではたくさんの方からコメントいただきまして本当にありがとうございました。私の視聴者様をはじめですね、本当に豪華版オールスター勢ぞろいみたいな、YouTuber さんの方々からもね、コメントいただいてまして、本当に感謝しかないです。ありがとうございます。ああいう動画を出した後でもですね、まあ賛否両論ありまして、やっぱり働いた方がいいっていう方もいらっしゃると思うし、母子家庭なんですけど、割と恵まれた環境にいるっていうことは、私も認識しています。私はですね、 YouTube をやっていて、それで看護師に復帰することも考えてはいるんですけれども、私の動画をですね、一番最初から見てくださっている方だったらですね、ひょっとしたら覚えてくださっているかもしれないんですけど、まあ昔からの夢と言いますか、これから死ぬまでにやりたかった夢の一つということで、一点物の洋服を作って売りたいっていう夢があるんですね。最初はね、売るとかっていうところまではなかなかいかなくて、自分で試作品を着てみたりとかですね、あとちょっとお友達とかに着てもらったりっていうところから始めようかなと思ってるんですけど、私は若い時からすごい洋服が好きで、それでアメリカに行ってからはですね、気に入るものがないので自分で縫ったりとかですね、あと日本から友達に持ってきてもらったものがもう着すぎて破れたりとかするんですけど、そういう場合は一旦ばらしてそこだけ違う布に変えてまた作り直してきたりとか、結構工夫して着てたんですね。まあそういう知恵というか技がですね役に立てばなというふうに思ったのもあるんですけど、自分でこんなんあったらいいなっていう服が結構売ってなかったりすることもあるので、まあやってみたいというのがあるんですね。実際そんなに服って本格的に作ったことがないので結構大変だと思うので、まあ夢頓挫するかもしれないんですけど、まあやってみたいと思いまして、今のところですね、まだ離婚後のいろんな諸手続きとか、息子のこととか、あとまあ YouTube のこととかでいっぱいいっぱいな状態なんですが、 YouTuber の、マイスタイルユミーさんがですね、リースとかカードとかいろんなハンドメイド品を販売されてるんですよね。今すぐできないかもしれないけれども、とりあえず一歩踏み出さないと、もういつかいつかって言っててもしょうがないなと思いまして、まあ、ミシンもない状態なんですけども、まずはアマゾンでですね、この型紙の方をね買ってみたんですね。で、本当は本の方がたくさん載ってていいんですけど、たまたま気に入るデザインがもうこの一着の型紙のタイプだったんですよ。まあ、結構これ高かったんですよね。まあ、私はこういう感じのが好きなんですけど、ちょっと作ってみて、ひな型としてはまあこういう感じのカラー手始めにやってみたいなっていうのがありまして、ミシンの方なんですけど、私はヤフーショッピングでポイント還元が高い時にだいたい高価なものは買うようにしてるんですけど、今年ですね、7月25日が5のつく日の日曜日でダブル還元なんですね。で、その時にですね、買おうかなと思って考えてたんですけど、今月の27、28に PayPay 祭フィナーレだったかな、なんか結構還元率が高そうな日があるんですね。その時にまあちょっと見てみてですね、還元率が高くて安く買えればもう今月末に買ってしまおうかなっていうふうに思ってます。もうアメリカでは毎日ミシンで仕事するっていう感じだったんで、母とかですね、近しい友達にはですね、あなたにとってミシンは贅沢にはならないと思うから、まあ、すぐ買ったらどうっていうふうにみんなには言われてたんですね。まあ確実にですね、買うかどうかはちょっとわからないんですけど、まあ洋服はですね、自分が着る分にはいいんですが、材料費とか手間とかを考えるとコスパがあんまり良くないんですね。販売するために作ろうと思うとですね、もうちょっと小さなアイテムの方が効率がいいので、こちらの方もですね、以前買ってあったんですけど、
オークションとかでですね、どんなデザインのものが人気があるかっていうのは時々見たりとかしてるんですけど、まあ本格的にこれを売るのを目的にやろうと思うとですね、バッグとかでしたら生地はアメリカから持ってきているものが結構使えると思うんですけど、副事用の生地っていうのはあんまりないので、それどこに買いに行こうかなっていうのもあって、まあ、関西だったら船場とか見に行った方がいいのかなとか、ひょっとしたらゆくゆくは韓国まで買いに行った方がいいのかなとか、南大門の方のね、生地屋さん、しょっちゅう行ってたんですね、韓国の時。卸のとこなんですけど、結構大変だったんですよね。韓国で生地買うのは、もう丸一日かかって言葉通じなかったりとかするので、まあ、eBay で中国から買うか、もっと大量にやるんだったら直接そのセーラーさんと交渉した方がいいのかなとか、 YouTube と違いまして材料費、経費が結構かかるので、帳簿とかがねすごく面倒になりそうな感じはするんですよね。最初はまあ自分用とかサンプルを作ってみるっていう程度だと思うんですけど、将来年取ってね、おばあちゃんとかになった時にでも何かできることと思いまして、まあ、今種まきをしときたいなっていうのもあるので、なんとか YouTube の方もうちょっと効率よくできるようになって、こちらの方もね本格的に着手したいなっていうふうには思ってるんですよね。あとですね、まあ私今猫はいないんですけど、猫のグッズとかもアメリカでは結構作ってたので、ペット用のグッズとかもぜひ作ってみたいなっていうのがあって、今までの動画に何回か出てきたんですけど、今うちにある私が作った洋服です。ほとんど処分してきたのでこれ1着しかないんですが、まあ材料費1000円ぐらいですかね。今着てるスカートもそうなんですけど、こういうタックが入ったデザインが好きで、これまあ適当に自分で型紙も使わずに作ってみたやつなんですけど、ファスナーとかボタンとかこう開けるところが全然ついてなくて、かぶるだけの服なんですね。まあ売るとすればですね、ファスナーかボタンか何かはつけないとダメだろうなと思うんですけど、それはミシンが来たらちょっとね真剣に練習しないといけないことなんですけど、あとこの洋服ですね、デザインも柄も素材も結構気に入ってはいるんですが、家の中オンリーで着ることになってまして、それなんでかっていうとですね、綿なんで大丈夫かと思ったんですけど、洗ったらね丈がだいぶ縮んだんですよね。それでここの裾をですね、もうギリギリまで下ろせるとこないとこまで下ろしたんですけど、やっぱり短くて、私はね、お恥ずかしい話、足にすごくコンプレックスがあるので、110センチ丈しか履かないんですね、ワンピースは。パンツとか履かずに、そのまま足が見えて履くときは、110センチしかだいたい履きません。108だともうかなり外では履きたくないんですね。これちょっと短すぎちゃうので残念なんですけど、やっぱり布って一回洗ってからね、作った方がいいですね。